よし、オッケー。おはようみんな。昨日ぶりだね。お腹が空いた。ただいま。こんにちはやお。みんなやお。餃子の香りね。なんかなんかお腹空いたんだけど、さっきでもだいぶ前に起きても二時間前ぐらいに起きて。 なんかいろんなダンスの確認とかしてたんですけどお腹空いてどうしようかなって思ったんですけどやばくないこの触覚これ前髪にしちゃおうかな短いから思ったけど何食べればいいか分かんなくて悩み中これ浮いてるの嫌だわちょっと止めようパイナミさんピカピカありがとうおはよう10社に村らここで、ね、そう、ね お話し会待ってるね。山城さん、だるまありがとう。ハートありがとう。ハシさん、ありがとう、だるま。山城さん、ハートありがとう。ちょうちょ、ええー、昨日やばなんか昨日、マジで楽しかったんだけど、普通に。昨日、なんか、過去一レベルで楽しかった、自分。毎回楽しい。過去一レベルって言ってるんだけど、毎回、毎回ライブで過去一を更新していく。楽しい。それな、マジで昨日楽しかった、なんか。 ピスケさんおはよう中さんだるまありがとうクマポンありがとうだるまオッケーこんばんはやあはおしみずさん昨日最後に会えたね最近ピースピースの話触覚を切りすぎたこと、OK、ちょっと止めとこいやだから浮いてるから G2 さんおはようグラタンランチいいな かな,なんかお米系が食べたい気分愛するもんさんペンライトありがとう釣り堀で魚とそれ以えー、釣り堀昔なんかめっちゃやってたよ自分釣り堀系にじますとかってことえっ釣り堀って何そもそもシジマールさんハートありがとうダンスさん優勝ありがとうやったやばでもなんか顔がパンパン、まあ、昨日ね帰りね夜ね昨日の夜ねマックとねサバ飲んじゃったんですよだからも 顔がパンパンです。矢吹さんバラありがとうめちゃくちゃじゃないかえ違うなんもないの家に今ね家になんかご飯系なんかなんもなくてお米系食べたいけどなんもなくて悩み中です矢吹さんあたりがとう。ボンチさんあたりがとう。ちゃんと東京駅でスイーツ買ったえ買ってない。時間がなくて買えなかったよ バック買って、スタバ買ったら時間なかった。ぼ <laughs> ンチーサータリアとちおさん、ありがとう。とっちゃもえさん、こんにちは。お話が3人買わなきゃいけないか、大変。別にいいし。いいし。更新されてる本スと、次のスーさん、見に来てくれてありがとう。うしい。パさん、ありがとう。銀,銀座の女だった。銀座の女だった。っていうか、聞いてください あやばんまあ、怖いので、ね、お祝いではないけど夢の国の計画が進んでて嬉しいっていう話えっアメリカの宝くじで2000億出たそれうちだようち2000億ゲットしたんでうれしくて今騒いじゃったそういえばみんなに報告したくて <laughs> 絶対そういえばとかのレベルじゃないけどね2000億ってやばくないうち2000億あってたんですよそういえば宝くじでうっさー 宝くじ買ってないです。ジネスお疲れありがとう。ナーミョン元気よそれな ?TK さんだ。やっほー昨日ぶり。楽しかった。なーみょが元気でよかった。お見送りおっぱいスペーそれなマジであそこおもろかった。昨日大しすぎた原爆え、それなマジで楽しかった。やばい、昨日。マジで楽しすぎた原爆すぎる。もう歴史上人物が。 もう登場するレベルで楽しすぎてもうやばかったマジで今日楽しかったなんでだろうなんでだと思うなんで楽しかったんだと思う今日の深夜に日本バレエに何でもまたいあ知ってますよなんかそうそれねいろいろなんか聞いた皆さんだるまありがとうリサんあありがとうだるまありがとういろいろ叶えてやいろいろ叶えるよ カカレレーーっておけなないええカレー飯みたいなのあるよなんか向こうにあるけどカレー飯ママのおすすめのやつらしいんだけどなんか違うのお味噌汁が飲みたいなそした7時間耐久したかいがある楽しいライブえっずっとあそこで待ってたのえー、ずっと見てたってことライブどのライブが良かったですか一番こんばんこんにちは柄じゃないかなポフォーンだけえやった好きになったよ好きになって,なって会議の結果今味は釣るに決まりました えなんでなんでなんで意味わかんない意味わかんないよ一番過去最大で意味わからないこんにちはヤッホーカスミンとかえどういうことどういうこと2千億だったら何したい2千億あったら1千億は1千億は貯金するで1一千億貯金して1千億万残るじゃんうん1千万残るじゃん だから1,000万じゃいないえ一1,000億えまあ分かんない数字が難しいまあ多分1000億が残るから500万で家を買って残りの500万であ残りの30万ぐらいでもう好きなお洋服バーって買って100万ぐらいでたくさんのブランドもの買ってあもう計算できなくなったとりあえず好きなもの買いまくって1,000億は貯金するあやばいワクワクしてきた 別にに当たたってないいいのおお家家買買うよお家買いたいスタバに時間かかってたのでるスタバ混んでたしかも謎になんかサッチの方が先に頼んだしサッチとうちのメニューが一緒のやつなのね一緒のやつ頼んだのなのになんかうちの方が先に来た <laughs> C 吸いてるで誰がいつ。てたかうちも見た C 吸いてるみたいな情報見たけどゴールデンウィークには行かないですよさすがにゴールデンウィークに行って行くほど自分体力ない これ、ね、絶対疲れるよりじゃったら人多すぎておはよう大樹まゆ、あ、さんやっほーお天気さんこんにちは仕事だよお疲れこんにちは電話さ、ま、なさんでウ枚様やんそんなんもう毎回完売できるぐらい買えるでしょこんにちは小学コメンありがとう5月25日頃え昇格の日付はまだ言われてないんだよね知ってる方いますか 楽しすぎた連泊えっ <laughs> 今日もよくよくよくかわいいい過ぎてんせしてます許さないないんか結構ねあのステージからみんなの顔が見えるんですよ自分が自分のファンの人の顔を見てるのになんかなんかどっか見てるんですよみんなやばーって思ったどこ見てんのって思ったどこにいたって見てますからね ライブハウスになるのあるようなだよねねああもうなんかすごーって思ったジャンプした瞬間なんみんなジャンプしててなんかおもろかった <laughs>、うん、こんにちはやっぱりかなあちゃんの話会も撮るしかないのかそうだよ13時までみんな待ってるお話会ショールームの配信のプロフィールにもあるしあの X のやつにも 投稿ししてるし昨日リポストしたばっかよね確かだから上の方に上がってる気がするほんとにさリポストしたっけ3期生の間に広まっている片付きがおもしろいの来月の18日広島公演でまたやったー嬉しい楽しみまた有名になってかなタたち界隈でかなタたち界隈 STU <laughs> 界隈で有名人になってかなうみしかなうのライブその視線のあつがすごいよえそうだよ <laughs> みんなのこと見てるよずっと自分のファンの人のことずっと見てるよずっと見てたずっと見てたのにどっか向くんだもんみんな知らない時に母さん誰も、まありがとうートありがとう申し込み忘れてましたすみません、えー、許さない申し込み忘れないでくださいお話し会今日までの13時までです皆さん待ってますそうそういえばねこの辺できてここにめっちゃ痛いんだけど私ちで痛くて痛いんですよ笑ったら分からんだけど。 かからえ,え歯茎にってできるんですか,えなんか歯茎がめっちゃ痛くてで見たらいうなっててめっちゃここが痛くてなんかちょっとしゃ喋りづらいめっちゃ痛すぎてここがここ痛いなんかここでも,でも痛いとなんか押したくなってしまうんですよ痛いともっと痛みつけたくなっちゃってずっとこうやってやってた昨日 <laughs> <の>何時間ソファで待ってたあ、えあえ横の いいね。なんか、そういう休日過ごしたい自分。結構なんか、おもろい。やばい、おもろすぎても、一生ああいうライブに出たい。こんにちは。カナーのーいや、私、数学は頭いいもん。タワマン買っちゃう。タワマン買っちゃうよ。こんにちは。安い家だの。え ?500 万5 0三？五0億か。500億だよ。こんにちは。吉川さん、誰も言うと、ブランド。ブランドバイ。 あのブランド買い取ります私が500万では家は買えよえ違う間違えた500万じゃん間違えた500億だ500億500億です500億で買います500万じゃないよ誰だよ500万って言ったのはモバイルオーダーしてたモバイルオーダーしてな,なんかモバイルオーダーしようとしたら東京駅で普通になんかモバイルオーダーする前になんかもう順番が来た 吉川さんとありがとう。マジ VIPSSS 最高だった。あんな角度から新興味見れるありがとう。え、ありがとうこちらこそ。でも自分がね、テレスの方を見たときに、なんか、なんか、脳みょんのことずっと見てたんだけど。見ましたよ、その光景を。何回もいろんなことがありましたね。自分が大体ファンの人の方を見ると、違うこの,この顔を見てることがありました。ディズニーランドの、え、そうなの顔。自分。半分半分。 えじゃあそうする何にするなんか馬馬系50月にじゃあ確か社会の昇格あっじゃあ私たちじゃないです私はいつ昇格ですか500万僕は家何軒でも買えるいや1軒でも豪邸東京の渋谷ら辺に5 5豪豪邸でもう屋上にプールがついててでなんか 家めっちゃ広くてバーベキュー場がついてて海もついててもうなんかプライベートジェットもあってそんな感じの家サバの時間に1000だからえな何な1 0 5十一で自分会社えそうなのじゃあそれ買っとこうかなこんなことしたら一生金なくなりそう一瞬でこんにちはありがとう嬉しいいつかわかんないけど許さないえ、という中心で許さないですよ 何してるのお話し会がちょっと終わっちゃうからその話をしてたの話をしに来たのえ前髪がやばいよね今から学校頑張ってねグッとンのちゃんと買い物テ何て言うんじゃなくて許すすら許す許する許すすいスピースこんにちはユキさんありがとうこないたちいたいマジで 来週のお台場2 5 k ルサンライブ楽しみそれがマジであれ楽しみ結構楽しみすぎるあれマジで楽しみなんか今回がそういう感じだったからなんか、ね、あんな感じなのかなと思って楽しみでまだまだ本当に人が <laughs> もしかしたら少ないかもしれないからたくさん来てほしいですゴールデンウィーク最終日予定がない方待ってます <laughs> 皆さん本当に来てください肉フェス ななんで来ないんでで来いすか <laughs> 理由を教えてくれたらかな解決してあげるよ行かない行かない方なんで来れないのか理由言ってくださったらかながあの金が解決してあげるその理由を来れるように <laughs> あの飛行機が高いとかだったらうちがなんかうちの力で飛行機安くしてあげるお仕事ですとかだったらもううちがお仕事の休む理由考えてあげる 疲れたりするるとできる疲れてんのかなでも全然よく寝てるあでも最近嬉しい最近うれしくてレッスンとか結構いろんなお仕事とかさあったからさライブとかそのもあったしだからね7時間しか寝てない <laughs> いつも10時間寝てるのに毎日7時間しか寝れませんでしたいつもはね12時間とか寝ますね自分の最低睡眠限度が 最低が十時間なんですよね自分1時間ないと一日疲れちゃうんですよ結構まか、あ、りずっとお話し合いがええーしん楽しみまくはりまくはりまくはりもお話し会楽しみだしあのー、広島の浴衣のやつが何するか決まってないからみんなとあのイチャイチャしたいなと思うのでみんな待ってますライブでもい沢今日見るのって 客先見てたらあれ自分の推しのだと思ってたら他の人を見てるとかあるあるねドムや,やないお兄ちゃん歯食いところベロにも来ないできるんえできないベローには一回もできたことないですねこことかあるここの裏とかこ,ここはあるけどここは初めてでようキッチンさんドルマありがとう久るさんタコありがとうこんな気になってもいじらない方が早くなる本当ずっとこうやって潰してる昨日から2キロすぐですかはいそうです待てない潰して さあと残るけどジャッキーさんやっほーこの間だのおりそうなのお見送り最後にバイバイテルさんって言われて少し寂しくなりました <laughs> えな,な,な,なんて言ったのになんて言ったのにまたねテリーさんって言えばいいってこと500億は大豪邸だろ3000もいやいや500億がいいもう大大大豪邸もう大谷翔平さんに勝つ大谷翔平さんはいくらなの私大谷翔平さんに勝つから500億の家勝ってで全国ニュースになってもっと有名人になって で売れるシンサーターありがとうステージ変えそうだよつい見ちゃうよねこんにちはほかひいちゃんひーちゃんリアちゃんさっちリアちゃんしか見てない全員じゃんそれ全員じゃん。でも TK さんはなんか近くが多かったからいや近くが多かったというか一番前にいたからね <laughs> だから結構かなのこと見てくれてたのかなっていういい評価高評価 <laughs> 高評価グッドボタンですねでもなんか X 見てたらなんかなんかなんとかちゃん可愛か,かったって書いてあってえって思った誰を見てるのって思いました TK さんの X を見て,てこんにちはおはようターマンだてるのそうだよターマンと一軒家両方」っていう夢の話 でそのターマンとかに家族みんな住まわせるママとかって結構なんかターマンあんま好きじゃなくてなんか下の方に住みたいって言ってたから1階とかに住まわしてあげようかなママとかひいおばあちゃんとか移動大変だから1階に住ましてあげるでみんなで一緒に住みたいから週末はご飯会開く下のロビーでひーたんと出港ポーズ合わせたのバレてたバレてますよもう全部バレてますよ自分がねこうやって前見るとね 違う人とみんなあまあいいと思いますよ楽しんでねせっかくみんながいるから楽しみましょう「テュテテテテの時ですか ?TK さん直みどうしたら直美が？都会の真ん中に海そうだよ自分が海掘る。 チゴ買います,とこえ買いますおはようかなちゃん昨日ありがとうあゆういちくんありがとうえゆういちくんってさえ誰誰のお宅なの誰のファンなのあいやばいお宅って言ったらオンに怒られちゃうお宅さんなのえ待って待ってなんかうちのさ想像してる子って今日いなかったからさあ昨日いなかったからさ と思ってたみょんジャッキさんおはよう6日は着席キャラキシえなんでなんでやだ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 ,やだえいいよだってなんかもうだってそんな着席するほどの狭さでもないと思うない気がする奇跡だ <laughs> もうみんなでは,はしゃぎたいでも楽しかったお台場も行くよ本当 お題は待ってるねピピロピロさん、嬉しい発見のメール来てた近い映画館のカラオケで広い笑顔でバウキできるかなあそれがいいですね映画館で自分結構映画館は自分経営するからだからお金も入ってくるウィンウィン行けたら行くうーんそれ行かないってことですかゴールデンウィーク仕事じゃあ仕事を休む方法を教えてあげますお仕事休みになれ これで休みになります。こんにちは。お名前チケット受け取って昼は前方行け行けた一桁だった。その代わり夜は仕事で埋もれてます。<laughs> でも嬉しい。どっちでも嬉しいよね。楽しみだな。楽しみですね。リクエス。ご連絡は明日からがっつり仕事だから。え？仕事なの？じゃあカナヲが仕事を休む理由を教えてあげるよ。うん。お腹が痛くなっちゃいました。 でいいんじゃない君は彼女さん言ってないよこんにちは写真撮れたら行くえ写真撮れたらカメ子ができたらってことええー、もしかしたらとか言ってこうけとえかき氷フスしますじゃあみんなかき氷食べたい方来てください釣り堀ついたタイタイが釣れる恋タイかっこいいか分かんないよ漢字が分かんないんで何も混みそうだから混みません大丈夫です仕事だけはどうすれば仕事を休む理を教えてあげますあー熱が出ちゃったーです どうぞ使ってください。かんちゃん誰もありがとう行かないのは移動費が高すぎるからそういう話が買わないといじゃん。あ,あそういう,ようなこと言われたらちょっとカナの話が生きてくれるんだって考えたらちょっとねあ何とも言えなくなりますね。<laughs> はあ。じゃあ移動費金額安くしてあげます金安割引五千円。ぜひどうですか新幹線高い？じゃあ歩いてきましょう歩いて。 スケーターとかできたらスクーターだっけこういうのビュンビュンビュンみたいなループとか結構最近流通してるんでループとかできたらいいと思いますループ安いしねお服8時間なんだか疲れるなんだかんだ疲れる、うん。思うなんかもうなんか結構最近東京一億バズとかいろんな大阪とか移動めっちゃ多かったんだけど今週 6回ぐらい新幹線乗ったんだけど人生でこんな1週間に多く新幹線乗るの初めてってぐらいめっちゃ乗ったんだけどめっちゃ乗ったんですよ新幹線にもう体がバキバキですバキバキバキカンちゃんはたあたりがとう野菜ジュース飲もうかなゆういちさん誰もありがとう今何分だろうあもう37分何とかでいちさんはたあなた誰もありがとう 方去年ラブレ飲んでたラブレ飲んでたよやばい楽しいもう楽しみになってきた全部でもお話会の回数が少ないから会える時にたくさん会いに来てほしいですセミ人形さんレモンさんありがとうこんにちはこんにちは月50万のマンションやぞあじゃあ勝ちだうち 初見です来てくれてありがとう初見ですわこんにちはあーコムカ飛んじゃったこんにちはこんにちは皆さんお話会待ってますやばメイクすればよかったって今後悔したなんかもう前髪がやばいって本当にわけよなんかこうやってこうやってまあまあまあふわっとした感じそうさた前髪が結構さボサっとしてる感じでしょ 肉も多分確かに肉だけでもぜひ肉食べに来てくれれば私たちのが見れちゃいますやったーアーライブだってイエーエックエックスガールあエックスガールのバッグに興味ありますかえ持ってたよ自分一時,一時期めっちゃ自分の中で流行ってた中学校高校分かんないけど結構自分の中で流行ってましたね持ってましたよ雑誌みたいなやつも買ってたよ一緒に。 平津久さん誰もあ,ありがとうおはよこうこたにかなへえって言ってピースピースやしホーさんありがとうシンポさんこまかなあちゃん,んのつやくなりたいえつやくなって私ももちゃんの話し会にリーじゃ止まってればいいんじゃない東京に東京に止まってればいいじゃんうちがうちがもううちがじゃあいい宿を見つけてあげるよどうそれは大谷さんだから10年七7ドルだから今日のレートでおじゃ勝ち 実質価値大豪邸は小手資産税もすごいと思ういや私のもんだもん国も国も買い取る日本を買い取る日本を私のものにする2000億でたまに一回大体エントランスがディムとかにお手伝ってくる子にでも言います最高すぎる貯金ですこんにちはヤッー高木さん誰も、まありがとうそういう時はオタクんでそなんかママにオタクはやめなさいってだからオタクさんって言わないとマママ,マがママ最近言葉に厳しい マジ禁止されたマジも禁止された <laughs> 5月6日のチケットなんか2枚あるんですけどえそれ昼と夜ってこと ?ST のコンサート系なぜか着席なんだよねえなんでですか昨日が一番楽しかったのに誰が誰一応したかしてんのかさ結構してますねおはようりょうさヤッホー気持ち あ、マルさんだやっはおまるさん来てくれてありがとうまたこっそりかなちゃんに会いに来ます待ってるね栃木の先生。さんこっそりじゃなくて堂々と会いに来たよこんにちはビーチビーチいつかかなちゃんのカメコしたいえかなも取られたいカメコされたい待ってるねもうカメコされてきれいなし全部 100, 100枚中100枚使えるぐらいかわいい女の子になろう。お話し会の件買ったほうがいいですかえ待ってるねお話し会お話し会の件を売りに来ました手売りどうぞどうぞ お話し会待ってます。プロフィールからいろいろ詳しいこともできるし飛べるし X も昨日リポストしたので見てください。なので今日の13時までなので待ってます。月さんおはよう最近かなうさんが気になってます。えやばい気になられてる恥ずかしいなんか気になってますとか言われると恥ずかしくてさなんか恥ずかしくてさなんか無言になるわやばい恥ずかしくて照れて。 喋れなくなっっちちゃゃうとか言いつ,つめ喋ゃゃるんだけどね嬉ししいやったーカナーとさ仲良くしてよなんで気になってくれたのえ皆みんなさかなのことをさどこで気になってくれてるのあと数時間後には3 0 k 月かなちゃんが何枚当たったか分かるかドキドキえー、楽しみもう楽しみ楽しみ楽しみねお話し会待ってます特に広島はマジで楽しい最高なお話し会だと思ういつだっけ広島8月かなはマジで。 あと幕張も楽しみやばい楽しみに東京行ける <laughs> 幕張も楽しみだし広島は普通になんかレーンがお話会普通のお話会じゃなくて何するかまだ決まってないけど縁日みたいな縁日レーンみたいな感じじゃんだから一緒にヨーヨをーツイとかできちゃうできちゃうのかなって思うとキュンキュンしますね何したい <laughs> 乗り物よそう 乗り物用意するようになってしまったどうしようお仕事か休む利用していたげるこの辺ができちゃいましたーとかいいと思う始発で東京行って最終的広島帰るとか SDU あるあるだからなんかなんならもう東京住んだ方がいいんじゃないダメだ怒られちゃうそんなこと言ったらチースピースピース、ま、るさんありがとう、I、love you 嬉しいありがとう もいもいキュン <laughs> ありがとう丸さん嬉しいやったありがとうね丸さんこれからも仲良くしてねかなとお話し会待ってるねマコピーさんはたありがとうこんにちはヒータのルームキー渡したえ違うヒータンのルームキー渡したオールしたもんこの前の1バズは1億バズはオールした 次の日休みだったしで起きてたけどちょっとうどんとしてたのそしたらもうあっという間に集合時間になっててひーたんから電話来てふうわっってなって急いで外出たセーフだったぴったり返ついた久しぶりに見ってうれしかったえかなおも久しぶりにゆういちくんに会えてうれしかったよ雑誌のほろく小田山ひら多分撮影機関だからできるだけなしゃべるよえー、待ってるねニヤニヤこんにちは あああさんだアイドルりりがとうこちらこそありがととううこちございました楽しいアイドルスター楽しかったなやっぱママさんアイドルそうママがアイドル意識高いんですよ謎、ね、にそうだからなんかブカブカの服とかもなんかパパからナイキのブカブカのジャンパーをもらおうって思ってたんですよ自分でもらうって約束しててそれ結構なんかちょっと高そうだから見た目的に欲しいじゃん普通にパパなんかそのナイキ系が好きでなんかよく着てんだけどそれ欲しかったから自分 もらおうと思って金もらうって言ったらなんかそういうブカブカのもの着るとファンの人は疑っちゃうかやめなさいって言われてもらえなかったんですよその上着でそしたらなんか久しぶりにこの間静岡帰ったら妹が着てて妹が受け取っててマジで悔しい欲しかったのにあの上着お子ですお子欲しかったですあの上着今パパ見てるので言っときます私にその上着ください 昨日ゲームセンターでカルピスのペットボトルつかなクッション取りましたえカルピス欲しいなんか最近ジュース飲んでないなあ昨日飲んだわスタッフマジガチオ,オタク禁止アウトそう <laughs> でも結構なんかこの結構なんかアイドルになる前はもともとはなんか結構言葉厳しかった気がするままなんとかでしょうって直してくるんですよ毎回女の子なんだから そばかいにしなさいって結構直してきたけど最近一緒にいなかったからその直接言われることがなかったんだよね多分だから LINE で結構言われるけどその時におもろって思う毎回 <laughs> うまいあそううまい食うは絶対うち禁止だったか家ではうまいは妹が使っててよく怒られてたままにうちはうまいは言わないんですよううまって言おうとしたら おい直す美味しいってそう食うも言わない食べるそれはねなんか禁止だなんか良くないって言われてたままにうまい加藤さんハタあ,ありがとうあさってから一押しどうしようかな <laughs> なんでかなわ <laughs> 加藤さんハタあ,ありがとう遅らせようがねゆうち大人気のゆうちくんかなたん好きですよねえどういうことお年寄りが多いから着席なのかなそういうこと みんな足腰鍛えようぜ7周年のランダムかなちゃんグッズランダムなくても全部ゲットしよありがとうテレイさん嬉しい日向い聖さんヤッホーし話会何枚かじちゃんりましょうかえー、聞いてくれるのじゃあそんなこと言うならお言葉に甘えて1億万枚私も頑張りも友達だ,だけど今ではそうでもないから大丈夫うんなんだこんにちは PCSX のーーボス気になれてるのかと思ったえ気になられてないです恥ずかしいですまだ 同じ会の金出さんで買ってお金ちゃにおしまいするとの冗談それはもうねおこですよショールームで来たら確か大好き。え嬉しいありがとう私も大好きお金ちゃんは本来もしくもえ、嬉しい本当いいなオンラインならバレないもんね <laughs> 広島あアルと8月多い日はする多いねでもそれがいい夏ですねいい夏を過ごしそうですね ピカポントラベラーさんだやっほー二重二次加工から気になってるいや今は一時加工だよそんな加工しないよ自分横向つとたまにボンってなるから気をつけないとはじめましてかなさんのお話しか申し込んだほうがいいかなえー、お話ししたおのぴーたんさん話そうよ一緒にたくさんのお話何の話しようかな最近ファンのなんかお話し会起こすここ最近なかったじゃんだからみんなに言いたいことが多すぎて結構 配信でででではは言えなないい話話とかかもお話し会ではできるじゃないです内緒の話とか <laughs> だから結構最近なんかわーってお風呂入りながら考えてるうわなんとかさんにこういうの話したいとか思うけどこういうの聞きたいとか思ったりするけどお話し会がないからなかなか聞けないんだよねお話し会待ってるねやっぱ1対1で話せるっていいよねはじめましてでもねもう全力で楽し,楽しませる自信ある 自分のお話し会が楽いいと思いますよ友ちさんありがとう。もう始めましても来やすい初心者マークお話し会。それでは仕事も始めます頑張って初見です東京で好きじゃなくなる。それな。やっぱ怒られちゃうこう,こうやってこういうこと,言うとそう世道長教材にするけど東京で大事にしたメンバーの移動時間すからそうすごい移動がね大変ですよね。毎回いろんなために東京行くもんね。 本当にマジで東京行きはする出勤じゃないですよぶっちゃきしやこバス行ったら東京もつ見みじゃいけるでもバスはいやあじゃあバスでいいんじゃないバースバースバース,バースブラックバスブラックバスしますしてますかよくあつ森とかどうりで出てきますよブラックバスがあいつあ,あいつとか行っちゃいけないあのあの魚よく出てくるんですよいらないのにうとうと 金ではない,みたいなよかった。加藤さん、誰もありがとう。昨日ロンドン。ロンドン<ん>ロンギンスの。何それ官民何読み方わかんないんだけど。こんにちは。俺<何>、たえ起きてたのすごい。余韻ってすごいね。でもわかるわかる私もなんか結構余韻で。年代好きとか結構ある。余韻余韻。吉さん、るもありがとう。お母さん、吉さん。そう。疑う何そう。ありや。妹ちゃんアイドルじゃないかそう。 たがなんか異性のやつを着てるんじゃないかって思われたら危ないよねってだからやめなさいって言われたそんなこと誰も思わないですよ今見てるんだ今見てるよなんかどっかにいるよ多分あいなくなったいなくなったなんで下に下がっちゃったのかなパパにもらったって言ったら高評価やと思うけど確かにでパパからは物はあんまもらわないけどなんか でも結構お前とかはそのパパの上着を借りることとか多かったけどなんか,なんか汚したらへんから一回汚しちゃってそしたらなんか貸してもらえなくなっちゃってわざとじゃないんだよよき当たりよママ厳しいえママ厳しくないよママ優しい女の子としてのを守れば別に何も言われないいるよ うちにガチ恋いるよね。オノピータんありがとう、だるま。こんにちは、おいしゅうございます。こんにちは。あ、俺もう、の子ん、うまい。ちょっとの美味しいだろう。うちもうまいって言ったことないよ。おいしいです。おいしゅうございますっていう。まああにだったんだから、もっと気なことわずかに。そう、言われる。タイ釣れた。お作りにてもらい中う。ん何それ。タイって何赤いやつか。おはよう、こんにちは。かなの単位が そう。カナン単位ということ単位学校気になってきたのでフォローしまして。えー、うしいよ、あのーター。ありがとう。フォローしてくれて。ありがとう。かなん頑張る。あタメさん、ありがとう。連日。おはよう。サラさんに内緒で、まかりで怒られた。じゃあ、まりに来てもいいよ。<laughs> ゆういちさん、ハトありがとう。ゴうさん、なるま、ありがとう。こそ、いい、 こそういうのはオンラインんこそうこそうこそうなにこそうってえ、別に直接もいろいろ話す話してるよ自分はごウさん、ハありがとうおはようこんにちはピースピース言いたいこと怖い怖いな楽しみにしてて社ャワイカイちゃん撮りたいんだけど悩んでえ、イカモードラベラーさん待ってる本当に待ってるよかいてかなうの本当に今日の十三時までだからあ、あと八分しかない皆さん待ってます 本当にあと8分しかないから皆さんお話し会待ってますおすすめは幕張とか広島もうきっとコスプレもできるよいつからか分かんないけどコスプレもできるようになるだろうからみんなが来てくれたらコスプレする面白い話があるって今度話すだってどんなしか言ってないね来てよちょカノルにも話したいことあっちょっと待ってピン落としちゃったカノルにも話したいことあったんだっけ あったんだっけっけて言っちゃったあったんだよだから来てよお話がピースピース広島会場見に来てこださあさあささ金沢さんと話すと運が上がる本当。えマジでそう金沢と話すと運上がるしマジで今年2024年の4月からの運気が最上階に上がるしなんか夢叶うらしい噂によると「役場役場マジでめっちゃ使ったあマジ役場結構使ってましたかまやり何それ特に最後話した要因が?」 余韻すぎるあれはおはようアリーナの外にいるかもお台場かなり暑いでしょうね暑いだろうねきっとこんにちはうんガち恋してますやったー俺の妹えなんで妹なんだよ <laughs> おはようあなたかうちやったーピースピースしおりやっほうえバター変わったアイコンみたいなやつしおりあれあかすきさんこんにちはしおりん誰も、まありがとう マルさん、リモンさん、ありがとう。ビースビース。自信見たけど、かなちゃんかわいつたくさん話しえ、かなうたくさん話したい。やったやったやった。嬉しい。そうやって言ってもらえて嬉しい。たくさん待ってるね、お話し会。コスプレ何着か持ってるコスプレか。持ってないけど、買う。もしみんながお話し会、みんなが来てくれたら、コスプレ買おうかなって。思ってるよ。にやにや。黙るこぞ、お前にさんが。 救えるのかの小僧じゃねえなにさんって何ワンピース八割れのコスプレ待ってやばい <laughs> 着ぐるみじゃない膝小僧え見えたわ膝小僧ツーショット十五枚ボーイちゃんとポーえやったっ考えとこう何にしようかなピース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 たくさんある24度結構あるだねこんにちは8月広島日曜一緒にどっちが8月広島日曜日と夕 日曜日がおすすめだけど月曜日の祝日もおすすめ両方おすすめ来た方がいい両方広島はだってもしかしたら変わるかもしれないしね一日一日でその縁日がこんにちはただ広島の時に言いたいこと言わなかったんだよそれはその時はなかったからじゃなかったっていうか今言いたいことは最近思いついたことだからだから待ってるねさやかな店員さんのコスプレ <laughs> そもそもさやかな店員やったことないから持ってないよそんなコスプレなんて俺は金は俺の妹だろう えそうだよ妹だよ。<laughs> 嘘妹じゃないよ。妹なんで妹なの大和さんおはよう。こんにちは。おはようみんな。女の子お風呂入るとか飯って言われて少しお風呂とかえわかるえ分自分自分,自分女の子だから結構お風呂とかおご飯とか言う。おご飯は言わない。ご飯っていう。飯は飯って使う女の子なんていなくない多分 ご飯って言くないみんな風呂に入るとは言わなくないお風呂に入ってくるとかじゃないみんなでも結構みんなこの辺は女の子じゃないしっかり言葉系はえ,ばえ違うのかな出会ったことある自分飯って言ってること出会ったことない気がする飲む日焼け止め使ってないけどなんかいいのかな結構なんか自分日焼けしやすいから飲む日焼け止めとか使いたい 味噌汁飲みたい。こんにちは。そんなこと言ってますが。クリスマスショットの時十万もめちゃパリいやパニックってない。パニックってない。パニックってない。なんかやっぱさファンの人前にするとさなんか緊張しちゃうんだよ。嘘。緊張してないですよ。あやかさんこんにちは。飯してろ。お腹すいたよ。お腹空いたよ。どうしよう。本当にお腹すいてきた。今膝うつってる？ギリうつってない。つりません、ね。<laughs> かな。 ちゃんは好き2割何語あり普通の米3割何ですかそれは飯とか女の子言ってたら逆に興味わっかも本当確かにあんまりないからこそね自分は言わないぞ <laughs> こんにちはおはよう腹ペコアムシ今結構腹ペコアムしすぎてもうなんかどうしたらいいかわかんないお腹すぎちゃったもんあでもお話しないからペラペラしゃべりすぎないえそうだよめっちゃ喋っちゃう自分マジで無口,が無口な女の子が好きな人には なんか自分マジでタイプ違うんだよね。ペラペラ喋っちゃう、ほんとに。お話ししたい人たくさん待ってます本当に。お話し会あと何分だろう今何分ですかね時間。それによってはもうお話し会の受付が終わっちゃう。あと3分だ。あと3分。 どっちなんだよ緊張しなくなるしやろと思ってるし打ち解けられたこれからも仲良くしてねかなうとなんか前髪やっぱ変だよね今日57分わーあとちょっとで終わっちゃうよみんなお話し会待ってるねじゃかなうは今こっから5秒あ五5秒じゃないこっから3分ぐらい待ってるからみんなお話し会の受付行ってきていいよあとちょっとで終わっちゃうから行ってきて行ってきて何はいじってる さんこんにちは今回は完売のチャンスがあるのなんで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 完売したいえいつだって自分は完売したかったよえどういうこと何でチャンスがあるの回数が少ないからってこと皆さん金を完売させてください自分で完売させちゃおうかなてかさ触覚がこの長さになったからちょっとさもうやばい結構さなんか中画面長く見えてちょっと最悪 最悪な昇格の切り方をしてしまったけどまぁいっかあとあと2分あと2分あと2分行ってきてください行ってきてください皆さんお話し会待ってます本当にあと2分 通話時間が長いってことは通話時間が長いってことは完売になる人数が少ないってことそうなの頭悪い自分そんなのも理解できなかったじゃあみんな待ってま待ってまーすんにこんにちはあ,さんありがとうペンライト山本さんやおーえさっきもかなうって言ってくれてるのあと1分も終わっちゃうじゃあ1分と同時に配信も終わろう3時と同時に13時か 今日も頑張りましょうまだやることあるのでいっぱい。十三、オノピータんありがとう。十二、ハンシタ、ありがとう。十一、ナッさん、ありがとう。十一、高木さん、ありがとう。九、ジュニアさん、ありがとう。八、吉さん、ありがとう。七、吉川さん、ありがとう。六、山椒さん、ありがとう。五、位かんちゃん、ありがとう。四、しゅうりん、ありがとう。三、ゆういちさん、ありがとう。二、ダースさん、ありがとう。一、はマルさん。丸さん、ありがとうございました。丸さん、ありがとうね。ありがとう、丸さん、いつもありがとう。これからもよろしくね。そっきのそういえば、夢力でさ。 あそう昨日自分夢二からセンターだったんだけど昨日,昨日ねなんか初あおりをしたの夢二からセンターがあおりできるじゃんで初あおりしたんだけどなんかもうこなんか喉が上がりすぎてなんかはあ、はあ疲れすぎて喉が上がりすぎて声がなんか裏返ってめっちゃなんかなんかもう一回みたいななんかこんな声になっちゃってめっちゃ恥ずかしかった途中からもう。 何この声と思ってびっくりしたっていう話をしたかったです。500億あればいくらでも買える。そうだね。ゆずくさん、こんにちは。よけんです。よしシーさん来てくれてありがとう。ええ、じゃあちゃ忘れて。今ここに来るかもやったゆうにゃん。きよしさんも。ありがとう。みんなありがとう。リアルは行く。オンラインはあれば起きるか。じゃあ、着る。おいゃありがとう。こちらこそありがとう。まあ、やっぱ着ないけど。バイバイ。言いたいことがあるんだよって、工場あった。え、わかんない。聞きたかった 楽しかったですではまたお台場とかで会いましょう。ライブライブの時とかまたできたらいいな。黒フェイスもあるしね黒フェイスもまた同じメンツだしどういう曲になるか分かんないけど楽しみだね。おっつバイバイ。イエムイエム